ぬです。今日は和食と居酒屋、和食居酒屋に来てます。もう本当に両方和食も居酒屋も大好きで、ここに美味しい飲み物も食べ物もあるから、名古屋で人気な和食居酒屋を選びました。食べましょう。高さん、これじゃないよ。カットカット、これはカットカット。いや今日運動してきたからさ、もう汗びただから、こう気持ちいい気持ちいい。いただきましょうか。皆さんどうですか？皆さんはタカみたいにこう使いますか？しますよ、日本人の男性はしますよ。マナーが悪い。海外ではありえないですか？日本でありえないんですよ。だからここ個室だから、いや関係ない、みんなが見えるところではやらないよ、さすがに。やってるよ。文句ありそうなんですね。生ビール来ました。ジュースですか？違いますよ。とマンゴー梅酒。梅酒大好きですね、社長。うん、ここになんか4種類あった。で他のやつもまた4種類あった。めっちゃ飲めるよ。ではでは、8杯も飲めるよ。ベロベロになりますよ。8杯飲んだらもうグデングデになりますよ。楽しみ、はい、乾杯。皆さんも乾杯。あー、うま。運動後のビール最高。今日特に暑かったよ。私はツアーをやったけど、何の顔？うまいという顔。OK。やば。もうなくなっちゃったじゃん。追加注文。そう、あれがない。台がない。そう、生台がない。いただきます。はい、これすごい。皆さん、ネバネバはどうですか？でもこれはもうすごいネバだよ。いや、だってオクラだもん。いや、当たり前じゃん。これ、そんなにネバネバするの？まだなんか半分冷凍してるみたいな感じ。まだ凍ってますか？今日は暑いからね。冷たいのが嬉しいよ。うん、かつお節うま。ちなみにそのシャカシャカのハンドモーションは何？あ、ここにこうネバネバしてるからこれで切り取るんだよ。いらないよ、ここのネバでも切り取る。それは別にナットでもいいけど。これ日本人の技だから。これは今来ましたけど、すごいよ。すごいね、おばんざい。これ頼んでたっけ？すごいね、おばんざい。2人前だけど。多い。めちゃめちゃ美味しそう。これがもうザ日本の居酒屋のチャレンジングな食べ物も入ってたりする。これが和食居酒屋のいいとこじゃない？これはなんだろう。これはジャコでしょ。あれじゃない？シラス。シラスとジャコの違いは何？わかんない。名古屋の人だけかな、ジャコっていうの。俺らはジャコっていうけどね。まあ、なんか下に大根が入ってるみたいな。シラス、大根。でもご飯が一緒に欲しい。私だけ？シラス丼？確かに、うん、これ美味しい。梅干しみたいな顔になってるよ。はい、本当に美味しいよ、これ。食感もいいし、ちょっとだけ塩が降ってるみたいな感じ。でも大根でさっぱりだから、夏、うん、ではでは、生牡蠣いきましょうか。大根を乗せるの？大根おろしとレモンをちょっと絞って。牡蠣。ちょっと待って。はい。牡蠣。ちなみにレナ社長は生牡蠣はあんまり食べれない。焼き牡蠣とか好きだけどね。そう。一回お腹当たってから食べれなくなっちゃったね。いや、いつも当たる。当たるわけではないよ。なんかいただきます。合わない。うまそう。綺麗に食べて。なんか落ちたね。なんかもう梅干しの顔をするよ。すごいね、夫婦揃って梅干しだね。そう、いただきます。一口食べてビールが終わった。これビール何杯飲むんだろうね。次は何だろう。ホタルイカでいきましょうか。ポテサラだよ。ポテサ ラ。レナの一番好きなやつじゃん、ポテサラ。Yes. よかったよ。 Yes.いろいろ入ってるよ。ホタルイカ食べますか？大丈夫。大丈夫ですか？ホタルイカいただきます。リナも好き嫌いがあるよ。うん、プリプリ。好きが多いけど嫌いもある。プリプリで味濃い。お酒が進むやつだよこれ。あ、そう。はい、OK。 うん、これめっちゃいい。うん、カビコがプチプチしてめっちゃ美味しい。そう、しかも漬物も入ってて食感がめっちゃいい。漬物？漬物。でも皆さんどっちを信じますか？バカ字だとすごい字だ。社長と部下。社長と部下。なんかこれコリコリする。コリコリ、ガーリックでしょ？あ、ガーリックか。
これはなんだろう、イクラと大根おろしが卵の上に乗ってて、食べ方が分かりません。うい、全部落ちたと思うよ。だし巻き卵みたいな感じだけど、ちょっと変わった感じ。だし巻き、イクラ、大根おろし卵。そうそう、食べにく。社長、ここにタコワサが残っております。タコワサ、タコワサ、生のタコなのこれ。生タコにわさびでちょっと風味付けてるよね、タコワサって。なんか私、茹でタコとかタコ焼きとかだったら好きだけど、生はちょっと好きじゃないかな。タカに任せます。これがうまいタコワサ。タカよく食べるよね、うん、タコワサと塩辛ね、イカの塩辛。あ、そう、一緒。酒飲みには最高だよね。皆さんどうですか、酒のおつまみ。でもタコって海外にないもんね、あんまり。ああ、そう、ない。イカはあるけど、カラマリ、ね、だから日本独特。ああ、カラマリね。カラマリ食べたいね。あったかな、あるかな、知らない。社長、何、そんなポテサラバッター食べないでください。これはこれぐらいで注文したい。はい、ありがとうございます。これすごいやん。すごいの来たじゃん。なんかお寿司タワーみたいになってる。そうだよ、初めて見た 3D 寿司。これの正しいやり方わかんないけど、上から醤油をかけるかな。シャンパンタワーみたいになる、ね、そうそうそう。醤油タワーです。こんな感じで、こんなんさ絶対美味しいよね。だっていくらとサーモンだよ。これぞ和食海鮮居酒屋。そうだね。あ、こぼれた。落ちた、タワーが落ちた。あ、口に入らないかも、パッとで。こっち向けたらいいんだよ、こう。そう、でも落ちるよ。あ、そうか。だからこう、ちょっと待ってて。いい？どうぞ。うまい。おい、うん、Very good. Very good. プチプチしてるし、サーモンが本当に自然な感じだから美味しい。見て、何を乗せてもこぼれる。俺のために作ってくれてるんですか。はい、ちょっとサーモンが少ないだね。いただきます。やば、宝石みたいだね、マジで。いただきます。、はい、やっぱ名前こぼれるしだもんね。そう、うん、うまっ。本当に梅干しだね。何の梅干しということか、人のこと。私に梅干し言ってるからでしょ。わさびもちょうど効いててうまい。そう、私の量のわさびがちょうど良かったっていう。最高。次はサラダで、このサラダがしゃぶサラダ。タカが好きでしょ、豚しゃぶサラダね。そう、ね、これが北三元豚って書いてある。三元豚ね。三元豚じゃなくて三元豚です。これ多分ドレッシングね。すごい美味しそうだよ。うわー、かつお節が踊ってます。踊ってないよ、あったかくないから踊ってないよ。え、踊ってましたよ。かつお節が踊ってます。なんだったっけ、何ポニート、なんだったっけ、かつお節、ね、かつお節。さっきかつお節が踊ってるよって喋ったよね。その間に忘れた、これね、はい、絶対に美味しいよね、これ。豚しゃぶサラダ最高だからね。うん、うん、うん、豚の食感がいい。うん、出た、梅干し。皆さんどう思いますか。俺とレナ社長、どっちが梅干しに近いと思いますか。コメント欄で教えてください。なんて書いてあるの、トサトサ、トチトチ、トラトラ、トトチトチ、なんだろうね、トチトラトラトチトラトラ、トチトチかな、トロトロ、あ、トロトロだ、多分。普通に考えたらトロトロじゃない、トロトロの梅酒じゃない、美味しそうなトロトロの梅酒。俺より日本人だったね。さすが社長ですね。もう日本語難しいんですよ。トロトロだ。トロトロの梅酒をください。ロックで、トロトロで合ってたね。よかった、とちとちの梅酒って言わなくてよかったね。トラトラとかコサコサとか。来ました、通風ユッケ。もう普通に忘れてましたよ、これを注文したこと。美味しそうじゃない、ユッケだよ、海鮮ユッケだよ。
これをかけて生卵を割って、あ、そう、わさびそれ全部いく？いや、ちょっと、辛いよ、ちょっとこっちに、さすがに辛いんじゃない？社長、さすがにそれは辛いんじゃない？辛いのが好き、はい、おお、弾力のある黄身ですね。こぼして、これ混ぜ込んで、混ぜて混ぜて混ぜて、いや、これご飯にかけたらさ、ユッケ丼じゃん。いや、似たい。やばいやばいやばい、ちょ、レナ、何？そのわさびがさ、ここにいるわさびがさ、いやいや、大丈夫、そっちにいるよ。そいつ、出したらいいんじゃない、外に。そうそうそう、出さないと。はい、ありがとうございます。じゃあ、食べますよ。おいしい。いろんな魚たちだから、食感もいろいろ。卵があるからすごい滑らか。トラトラ、トチトチ、トサトサ、トロトロ梅酒。トロトロ梅酒来ました。メニューに書いてあったのが、まるでジュースが飲むのような、そんな感じはする。甘い、うん、だって梅酒ってジュースみたいな感じだもんね。いや、でも本当にトロトロって感じ。さっきのこぼれ寿司通風海鮮ユッケ、アレンジしたいと思います。もう普通にご飯を注文すればよかったよ、それを。あ、ユッケ丼全部落ちちゃうね、これ。エディティブログオリジナルユッケこぼれ丼、こぼれ巻き寿司。これぞ。なんか酔っ払ってる顔はするよ。どう？酔っ払ってない顔になった。うまい。なんで酔っ払ってる顔になったかもしれないよ。これちなみに何杯目ですか、タカちゃん？3杯目。4杯だと思うよ。あれ？次はこれをここで焼くこと。浜焼き。海鮮だね。これやばくない？コンロで焼きます。これやばくない？え？サイズ。すごいじゃん。いや、ちょっと熱い。と、エビとホタテ。ホタテ。だんだんとグツグツしてきましたよ、このホタテが。でもホタテがどんどん縮んでるよ、ね、だいたいホタテは縮んでるからね、シュリンクしてきますからね。お、ひっくり返したらいい感じに焼けてきたね。まだ全然じゃん、ね、分かんないけど。社長、社長社長、ちぎれてますよ。ちょっとこれタカのやつね。いやいや、すごい人だね。普通そういう失敗したのは自分で食べるというのが日本の文化だよ。そう、私外国人。もう出来上がるね。イカも？そうよ。おお、いい感じに焼けてきたじゃん。夏はやっぱりバーベキューですね、社長。そうだよ。してないよ。お、やべ、グツグツしてきた。もう食べれると思うよ。もういけるんじゃない？どうぞ。社長がどっちのホタテを食べるか。あ、いいよ、美味しいよ、食べていいよ、こっちのよくできた方。もうグツグツで美味しそうだもん。どうぞどうぞ、気をつけて、熱いよ、絶対に熱いよ。あ、最高、美味しい、柔らかいし、熱い、チンチン、チンチコチン、そう、チンチコチン。イカとタコも、イカとタコ、違う違う、エビとイカね、エビとイカも焼けてきましたね。あ、イカ切る？やっぱり左利きは無理だよ。え？左利きは無理だよ。なんかすごいぎこちないんだけど、動きが。イカを切断していきます。うわ、うまそう。やばい、エビが焦げそう。ちょっとエビひっくり返そうか。ちょっと待って、あ、ひっくり返して。このイカなんかお祭りのさ、屋台のイカみたいな感じじゃない？丸ごと焼いてさ。焼けました、焼けましたじゃない、切りました。焼けましたよ。焼けたね、ほとんど。イカももう焼けてる。エビも、うわ、これ最高だよ、このイカ。にぎやかですね。これめっちゃ美味しいよ。さっぱりしてそうだもんね。あの、噛み応えがあって
て、でも全然こう何イカの感じじゃない、すごい噛みやすい、説明になってない、はい、わかりました。食レポ失格。ちなみにイカにつけるマヨマヨマヨがある。マヨマヨマヨ見てこれ、チリマヨ一味とつけすぎだね。今笑おうとしたよ。さっき辛かったよ。あ、まい辛いよ。辛いと思うよ。あと30秒待てば。全然辛くないよ。これ、なんか唐辛子じゃない？辛っ。あと30秒待てば。全然辛くないよ。ね。辛っ。私の口がピリピリしてるよ。辛いわ。水。注文してください。エビ焼き上がりましたね。あ、これもう剥いた方がいいと思うけど。いや、剥いた方がいいんじゃない？え？そのままいく？あ、それドイツ流？もしかして。エビをさ、殻ごと行くのはドイツ流？日本流。日本人はみんな剥くよ、エビの皮は。カリカリに焼いたエビの皮美味しいよ。剥きましたね。エビなんかいい。エビ大好き。タカのやつはどうする？食べていいよ、俺のエビも。優しいから俺のエビもあげる。怠け者だからあげる。ね、レナがエビ大好きだから、レナの大好きなエビを俺の分だけどあげる。ありがとう、タカさん。優しいんだね。本当じゃないよ。本当に私のこと好きなの。向いてくれたなら俺食べてもいいよ。あは、それ。はい、ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。私の声が聞こえるかわからないですけど、この周りにみんなすごい盛り上がってる。もうお店がね、ずっと大繁盛。そう。でもこの料理、全てが全てが美味しくて、本当に海鮮のいろんな美味しいものがあったんですけど、皆さんは何が一番美味しそうだったんですか？教えてください、コメント欄で。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。